放水橋放水橋は、埼玉県入間市春日町と鞘山市、根岸及び道支えの境にある入間川に架かる、国道二百九十九号及び国道四百七号の道路橋である。放水橋と地元ではよく呼ばれているが、豊水橋が正式な読み方である。国道二百九十九号の入間川に架かる橋で、橋長二百四十三点七メートル、幅員十六点八メートル、 最大島町31.0メートルある。歩道は橋の両側に自転車道も兼ねて、福音4メートルある。片側2カ所ずつにバルコニースペースが設けられ、放水橋の歴史が記された写真パネルが常設展示されている。大気が済んだ時には、上流側からは富士山を眺望することも可能。入間市と洋家地区とさや山市水府地区を結んでいる橋であるが、 かつて双方は、豊岡町と水風村という自治体であったため、その頭文字を取って、放水橋と名前が付けられた説が有力な説である。橋が架かる周辺の河川区域は主に公園として利用されている。河川区域外では主に住宅地であり、右岸側にはショッピングセンターも見られる。また、橋のある場所は1969年度より埼玉県が 水質測定を行う地点に加えられている。橋の上流側には支え石があり、農業用水を取水する。ありがとうございます。